ハウケ対語用ってあるじゃないですか、うん、英語で言うとハウケマナーになってくる。あ、そうだね、ハウケだよね。タはどうしたのって。確かに確かに。じゃあこれは完全にあのこちらのミスです。マジかよ。でも私のミスじゃないです。このパターン、あのマジで俺今日それ初めて知ったんだけど、 2.0 のこれを担当してた、まあ、今は会社を辞めてバンジーで言わしてる S 君が、うん、ハウッケにしやがった。そう、多分ハウッケたのを手は見えなくてハウッケで、あ、じゃあハウッケってで出して、誰もあの 2.0 の時はまた忙しかったので、うん、誰も気づかないで、気づいたのはもう出てるから遅い。なるほどね。じゃあ、そう、じゃあ吉田さんに内緒でそのまま。俺さ、今すごいね、カタカナと英語のことについてすごい熱く語ったじゃないですか。ああいう理由があってハウッケになってるんだと思ってたんですよ。ミスじゃん。ミスでした。まあ、なんだけどご安心ください。これ言うのはあんまりないんですよ。あんまりない。あんまりない。他にもあるな、じゃあ。他にもないと思います。あの、見つけるまでは。なるほど。